行機に降りになられましたら。どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私は成田空港国際線ターミナルに来ております。前回ね、ロサンゼルスからこの成田空港にね、ザルームで搭乗いたしまして、その続きということでこのね、成田空港からクアラルンプールに向かいます。でね、飛行機はねディレイしたんですけども、スムーズな飛行で到着ね早く着いたということで、搭乗時刻は17時ということで、今ね16時15分なので45分ぐらいねスイートラウンジ寄れるかななんていうふうに思いますので、ちょっとねスイートラウンジゆっくりしてから搭乗ね迎えたいなと思います。ということでスイートラウンジ行きましょう。今ね乗り継ぎできて、成田の乗り継ぎの場合って本当に何にもないんですね。はい、そのまま制限エリアに行ってっていう感じなんですね。いや、ありがたい。ということでスイートラウンジ行きましょう。ということで、何日ぶりだろう、5日間ぶりぐらいですか、6日間ぶりぐらいに日本に帰ってきましたね。はい、今夕方の4時ということで人は結構多いですね。はい、ということでスイートラウンジ34番搭乗口のそばに、ね、ありますんで、まあ、この前行ったところですね、行きたいと思います。ということでスイートラウンジ入ってまいりました。全然反対方向に行って時間ロスをするっていう結構もったいないことをしました。寿司4貫いただいてきました。はい、せっかくなんでね、はい、食べるときには食べていきましょう。しばらくねクアラルンプールにいますので、ということで炭酸水ではいただきましょう。ちょっと台風の影響をビビってたんですけど、なんか大丈夫そうですね。うん、雨も降ってないですし、それたんですかね、ちょっと細かくは見てないんですけど、このマグロはトロみたいで、本当にトロなのかな、一応マグロって書いてあるんですけど、めちゃくちゃ美味しい。ということで5時搭乗開始なんで、ゲートは結構近かったんで、4時50分ぐらいにねここ出て搭乗していきたいと思います。あと12分ぐらいですね。はい、めちゃめちゃバタバタでしたけども、ラウンジ寄れてよかったです。ということで、あとゆっくり耐えて搭乗していきたいと思います。ということで搭乗していきたいと思います。ちょっと遅れて16時55分になりましたね。58の A 搭乗口、多分近いと思うんですよね。あ、マレーシアに着いたら両替しなきゃいけないですね。両替すればよかったな、アメリカで。それでは58番の A 搭乗口まで行きたいと思います。もう見えてますね。はい、ということでこちらですね、初めてです。置き止めだったりするのかな、またあたに上に上がって搭乗口みたいな感じなの。初めてですね、楽しい。あ、多いんですねまあまあ余裕、まあ間に合うと思いますんで歩いていきましょう。まあ運動も全然できてないんでね、運動がてら行きたいと思います。こんな遠いゲートのとこあるんですね。これは気をつけないといけないですね。皆さんからね映ってるかわかんないですけど、フライングホヌが止まってますね。はい、早く毎日運行になってほしいですね。では行きましょう。ということで本日はこちらです。クアラルンプール行き NH815 便ですね。まもなく搭乗案内ということで、まだね事前改札始まってないので、ここら辺で待ちたいと思います。プラチナとビジネスレーンはねめちゃめちゃ並んでますけども、ダイヤモンドは誰も並んでおりませんので、一番最初に搭乗できそうですね。はい、ということで待ちましょう。ということで時刻は17時26分になりました。残念ながらですねディレイしてますね。はい、事前改札サービスまではうまくいったんですけども、その先で止まっております。こういうこともあるんですね。はい、私としてはもう全然いいんですけども、ということでもうしばらくこれで待ちたいと思います。ということで間もなく搭乗開始そうですね。はい、行きます。お待たせいたしました。お疲れいたします。どうも。ファーストクラスがないんでね、ダイヤメンバーが一番最初みたいな感じですね。ということで一番最初に、まあ、事前改札サービスの方は別ですけども、はい、一番最初に登場させていただいております。
いやね、ゲートがね、暑くて T シャツに着替えてしまいました。めちゃくちゃ暑かったですね。事前改札サービスの人たちもここで待ってたんですね。前にいらっしゃいます。お子様連れでずっと立ってるのはきついですね。ということで席に着きました。今回ボーイング787ですね。今回 28A という座席で非常口座席になっております。はい、こんな感じです。ちょっとね、ここはねちょっと当たっちゃうんですけど、まあ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 こんな感じですかね。はい、まあまあ少し足元が広いみたいな。正直ね、この真ん中とかこっち側の方がまあ体感的にはいいのかな。はい、まあ一応ねこの座席はこんな感じでね、あの窓がね映すことができますんで、私はいつも左側の 28A を押さえておりますけども、まあ外はね特に見なくてもいいよっていう方はこっちの 28C ですかね、その方がまあ楽にね利用できるんじゃないのかなと思います。で、あるものはこのブランケットと枕、それだけですね。はい、こんな感じになっております。まあ座席はこんな感じになっておりますんで、はい、まあ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 こういう感じですかね、いつもはい、こんな感じになっております。ということで一番最初に登場しましたんで、しばらくね登場が終わるまで待ちたいと思います。いやー眠くなってきましたね。はい、それではお手洗いにやってまいりました。まあ今回ねエコノミークラスのお手洗いということで、まあこんな感じですね。特にアメニティも何も置いてありません。おそらくね言えば歯ブラシでもらえると思います。はい、そんな感じになってますね。で、こちら側にはお手洗いとこちらね便座のシートがあります。はい、こんな感じになっております。ということでドアが、ね、閉まりました。お隣さんはね空席ということで見当たりですね。乗車率としては6割ぐらいですかね。もう結構ね真ん中の座席が空いてたりねしておりますかね。はい、ということで約6時間ぐらいのフライトですかね。はい、楽しんでいきたいと思います。いや、お隣さんいないのはかなりありがたいですね。ということで行ってきます。隣だったと思うんですけど、とりあえずねプレイ語で隣だったから、プレイ語だから隣かもしれないですね。
ね、ちょっとそこはね定かじゃないんですけど、そんなことあったなと思いまして、しかもその時も軽くお話しさせていただいて、まあ私はニューヨークが大好きだと、でまあその時は多分ね ANA のダイヤモンド修行してたと思うんですけども、まあ、その時のそういうまあダイヤモンド修行してますみたいな、クアラルンプール行きますけどそこ帰りますみたいな、そんな話をした覚えがなんとなく覚えていて、めちゃくちゃすごくないですかこの風船。いやめちゃくちゃびっくりしました。私も記憶にありますし、なんとなく覚えておくしね、あしかも私がニューヨークが好きだと言ったこともね覚えていらっしゃって、いやこんなことあるんですね。当時 E クラスのプレーコで多分クアラルンプール出発のニューヨークの往復を多分買ってたと思うんですよ。多分ダイヤモンド仕様なんで2019年だと思うんですけど、すごいですよね、こんなことあるんですね。びっくりしました、本当にびっくりいやしかも今回エコノミークラスで隣の隣ですから、ね、ちょっとそんなことありえんのかなってちょっとかなり考えちゃいましたねちょっと現実じゃないような気がして不思議な気持ちになりました。はい、ビール飲み終わっちゃいましたね。ちなみに、もう結構ね飲み物が提供されてから時間経ちましたけど、あれですね、機内食のサービスは結構待ってるみたいな感じですね。ということで機内食もしばらく待ちたいと思います。いやー偶然ってのは本当すごいですね。ということで機内食が来ました。今回ね、トロトロアマオの大ハゲシいただきました。ということでいただきましょう。硬くて美味しい。あとこれはね、何でしょうか。鶏とごぼうとお豆が入る、ごまドレッシングが入るみたいな。美味しいですね。あと巻き寿司と枝豆ですね。あとスープも一緒にいただきました。ハーゲンダッツのバニラが来ました。いいですね、めちゃめちゃ硬い。いただきます。美味しい。やっぱりビジネスクラスのサイズがちょっとちっちゃいですね、うん、やっぱり美味しいですね、うん、エコノミークラスですけど機内食は本当に美味しいですね。ということで、あとは、ね、ゆっくりいただいて歯磨きしてね、少しやってみたいなと思います。あとね、4時間ぐらいね、3時間ぐらいかありますんでね、はい、ちょっと休みたいと思います。おはようございます。あと20分ほどで着陸態勢に入るアナウンスがありました。そのタイミングでパンがね配られましたので、いただきましょう。いやめちゃめちゃびっすりでしたね。はい、卵パンみたい、とても美味しいです。ということでもうしばらくしたんですね、クアラルンプール到着となります。夜のね、11時50分とかにね、到着しますんで、ちょっと調べてホテル直行したいと思います。今ね、駐在散歩が行われておりますね。これも懐かしいですね。
ということで、着陸態勢に入りました。まもなく到着となります。外はね真っ暗なんで、ちょっとね着陸シーンは残念ながら反射してる関係もあるんでね、ちょっと撮れそうもないですね。はい、ということで、あと数分でクアラルンプール到着です。ということで、クアラルンプール国際空港に到着いたしました。約6時間ぐらいのフライトでしたね。非常に快適でしたね。ということで、今回はね、止まるまでもうしばらくね、待ちたいと思います。ということで、無事ね、クアラルンプール国際空港に到着いたしました。今ね、手荷物を待っているところでございます。ということで、今回ですね、ANA のエコノミークラスに乗って成田空港からクアラルンプールね、久しぶりに参りました。いやね、久しぶりに来ることができまして非常に嬉しいです。ということで、今回ね、ここで一旦動画ね、区切らせていただきますので、次回の動画はクアラルンプール滞在期っていう風になりますんで、こちらもね、楽しんでいただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。